ようこそ日本人とお菓子屋やっています杉内由香です。このチャンネルは日本人の心の中、私の心の中なんですけど、これをねギュッとまとめて発表してみようみたいなね、そういった種のチャンネルです。本日のお題、本音と建前、よくわかりません、仕事編。私去年までね会社員でねずいぶん長いこと働いていたんですけれども、やはりその仕事の中でもね本音ばっかり言ってたらもう喧嘩になっちゃうでしょみたいなこともあるじゃないですか。なのでそうですね、思ってることをね言わなかったりね、ちょっと含ませつつ、ちょっと違うニュアンスで言ったりはありますよね。私がそうですね嬉しかった話でもしましょうか、本音と建前で。私子供が2人いまして、働きながらほぼほぼフルタイムでね仕事してたんですけれども、そうするとやっぱ途中でね子供が熱を出すわけですよ。会社着きましたと。電話鳴りました、あれみたいな電話になって、子供が熱出てますみたいな、マジですかみたいな、今着いたのにって言って即帰りしたこともありますよね。来たのに帰るみたいな、何事みたいなね、来るのも時間かけてるんですけどねみたいなね、そういうことがね頻発しますね。でも私がいた職場の人たちはねとてもいい人たちで、帰りますよね。で次の日にね本当に休んじゃってすいませんと、一応ね言うんですけど、そしたら大丈夫だったと、子供の熱は下がったのかとね心配してくれるわけですよ。でもうそんな急に休まれたら本当こっち困っちゃうわとか、なんでそういうことが起きるの、管理がなってないんだけどみたいなことを一回たりともね言われたことがなくて、もうみんな本当にねいい人だったんですよ。ありがとうございます、あの時のみんな。そんなような感じなんですけど、その時も私でもあるけど、でも忙しい時に休まれたらいない、人手がいない、辛いっていうのはあると思うんですよ、もちろん。だからなんで休んじゃったのかなって思うのはもちろんあると思うんですけど、それを言わないで心配してくれる。だから結局本音はなんで休んじゃったのって思ってたとしても大丈夫って聞いてくれる、その本音と違うっていうか、また別の意味合いで心配してくれるっていう発言をしてくれるっていう意味で、私はその本音と建前があってよかったなって思いますよ。だって次の日行ってまだ子どもの熱が微妙なのに保育園に預けて、仕事もしなきゃいけないし子どもの熱も心配だしっていう時に会社行って子どもどうだったも聞かれずに、そんな急に休まれたら困るんだけどっていきなり言われちゃったら何みたいな、そうだけど正論だけどその言い方きつくないとかなるじゃないですかみたいなねことがねなくて。ちょっとなくて、私がラッキーだっただけかもしれないですけどね。そういうね感じの場合は本音と建前も嬉しいよねみたいな話でした。本日はここまでです。また何か聞いてくださる方はチャンネル登録していただけるとありがたいです。あとは何ですかね、日本人よくわかりませんみたいなことがありましたら、英語などなどで、ちょっとコメント欄に書いていただけると、調べてみます。わかる範囲で、出していこうみたいな感じなのでよろしくお願いします。ということで本日もここまで。ありがとうございました。ごきげんよう。